打ち上がっていく花火を見て、この瞬間が本当にこのコロナウイルスの拡大が広まっている中、新しい生活が我々も本当に改めてスタートしていかなければいけないなという思いを本当に感じるような会津の花火になったのではないかなというふうに感じました。せーの、頑張って茨城。